やっぱり結果を出さなきゃいけない時代だったじゃない、はい、だってサンバガラスって言われてさ、はい、斉藤あ三本柱三本柱、はいはい、やっぱ負けたくなかったでしょ、まあ、年が僕一番目だったんでね、うんうん、まあだけどやっぱり斉藤の集中力と、うん、まあ桑田の野球センス、うん、やっぱりこう違うのこいつだと思いましたよ。やっぱ斉藤はこの試合で集中力っていうのはどういうことなの？例えば味方が点取ってくれるじゃないですか、逆転してくれたりしたらその次の回の打ち取り方が半端じゃなく変わるんですよ。ものすごい勢いでバンバンバンいくんですよね。だから勝負どころを知ってる、勝負どころ、うん、要するにここでしっかりやっとけば勝ち投手になれるよって時のギアの入れ方がやっぱり違いましたよ、うん、斉藤はすごいですね。で抜かない、あ、まあ、これ勝ったなってもう4対0ぐらいになって俺はもうまあ結構抜くもん、ね、抜いちゃうんで、でまた下位のバッターだったら抜き抜きだもんね。で抜くと今度入れようと思っても、うん、もう途中で入んないんですよ、はいはい、あなるほど。それがやっぱり俺の勝ち星がこう伸びない原因もすごくあると思う、うん、桑田は桑田は分かんないですよね。あのすげえいいピッチングしても急にボコボコに打たれてみたいな、うん、結構大量失点したりすると抑えてみたりとかする。でも総合力ですよね。これ桑田はどちらかというと根性のピッチャーだと思ってたよ。というのは打者目線からいくとセンスって言うけど、いいバッターに対して一塁が空いてたら当てるもん、外国人とか、はいはい、わざと一球で、まあ例えばランナーセカンド今申告敬遠があるじゃない、そういうない時代でしょ。だから当てといてやっぱボールを散らしてるような雰囲気で、はい、あの打ち取る、まあそれもクレーバーっちゃクレーバーなのかもわかんないけど、俺は根性のピッチャーだと思ってたから、だからセンスっていうのはバッティングだとかフィールディングだとか牽制とかそういうのには感じたけど、はい、ピッチングスタイルに対してクレーバーだというふうにはあんまり感じたことない。だからやっぱ物から比べると、はい、牧とか斎藤正樹とか比べるとやっぱ落ちるから、身長もそうだし角度もないから、うん、だからそういうピッチャーだというふうに思うんですよ。そうですね、そうかもしれない。だから僕もあの桑田は総合力でやっぱりトータルでやるとあのやっぱ勝ち星だとか負けてっちゃうんだけど、うん、球とかそういうものに関しては別に負けるとかそういう感じはなかったしないんですよね。ただバントとかうまくないしね、フィールディングも。ね、僕は全然ダメでしたからね。だからあの二人がまた良かったんですよ。いいよ、いいよ、いいよ。そうそう。でも生涯1本のホームラン打ってる。あ、え、そうなんすか。うんってなるって言われて、やめてくれ。球団5000号なんだ。え、いや、これがまたすごい運があるんだよね。持ってる、うんうん、ですね。球団5000号のクイズをやってて、はい、ね、クロマティだ、はい、吉村だ、誰が打つからだって、そういう時代で誰が打つかって1ヶ月間前かな、はいはい、放置新聞で募集をかけてたんで、ね、当てるクイズをやった、はい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 、俺が打ったもんだから、はい、その企画が台無しになったそれ誰も当たったんじゃない俺の申請でも書かないでしょ大穴来たみたいな感じじゃん。大穴が大穴だよその時に吉村が4999本打って、はいはいはい、その日に2本打ったの、はいはい、で俺が打った後にあいつ5001号をその試合で打ってるわけ。うわ、まあ、吉村に応募してた人たちは、はい、もうこの野郎何すんねんみたいな。いやそうだよねありだって今球団も1万号以上いってると思うんだけど、はいはい、メモリアルのところの名前を俺絶対出るわけじゃん。そうです、ね、これ死んでも出るわけだ、はい、俺はだから嬉しいよね。いやすごいっすね。完全試合をして5000号、まあ、3連発あって3連発新庄に敬遠の球打たれるあれも持ってたわ甲子園です。三遊間あれは俺意外にあの何を思ったか、新庄がショートゴロと思って踏み込んでガッと打ってきた時にあいつベース踏んでると思って、はい、まあでもそれもあれだけど打ってあショートゴロゲッツーだと思ったから、はい、それか考えてみたらショートはセカンドにベースカバー入ってるんでど真ん中きれいに抜けてって、はい、あれーと思った瞬間すごいもう球場がとんでもなくなったんですよね。長嶋監督が来たわけですよ。あれ絶対あの打席から足が出て打ってるから違反だっつって、うん、抗議したんですけどもそれどころじゃないですよね。それは何もう完全に抜いてるでしょ。
いや、もう打ってこないと放ってんじゃないですか。完全ボールでしょうね。まあ、立ってこう、敬遠してるわけだから、はい、でも長嶋さんさ、FA の時に、はい、あれ、花束はマギーとかに持ってきたっていうのは本当なの？本当ですよ。自宅に、はい、FA する気はなかったでしょ。ありました。いや、ちょっと待って、 FA は宣言しても他球団に行こうとは思ってなかったでしょ。いやいや、あの、こじれたありましたよ。こじれそうになった、なったでしょ。なんで？お金出さなかった。いや、他のところがいいこと言ってきたから。例えばどこ？地元。ああ、名古屋。そうそう、お金とか、まあ、いろんなこともあったんですよ。周りの対応、ね、環境を変えるのもいいかなって。ちょっと待って、ジャイアンツから環境を変えるっていうのはまずないじゃん。だから向こうは出ないと思ってたと思うんですよ、はい、だから急にそういうことで、僕、長嶋さんとか行きましたから、実はこういう誘い受けてるんですけど、どう思いますか？どう行ったの？行ったの。したら、分かったっつって、いや、それはもう出たら困るっていうことを言わなかった。いや、え、言わなかった、その時。長嶋さん結構、長嶋さんのところに僕もいろいろと説明と報告みたいな感じでチラチラ言ってたんですけど、それは出たくなくてでしょ。そうです、止めてほしかったです。そうですよ、やっぱり、うんうん、だから こじれなければいいのになと思って、事前に長嶋さんだったらと思ったんですけど、うんうん、意外に球団の方はもう全く出るもんだと思ってないですから。まあ、そりゃそうだよね、はい、いや、当時さ、手引っ張るんです当時さ、ジャイアンツから出るっていうのは自殺行為って言われたからね、うん、いや、だってジャイアンツ、はい、これ何ですか、なんだこれ、こうこうこう、ジャイアンツの待遇なんて12球団ナンバーワンだったから。だから、それで給料もね、あれ、はい、それで、あと、やっぱり野球選手ってテレビに出ることがすごくこう、僕らにとって、これ赤くなっちゃいました、いや、大丈夫です。ものすごい、嬉しいことで、全国放送毎日やってるわけだから、ジャイアンツ戦しかやってなかった。そうそう、だから、そこをやっぱり出るやつはいないと思いますよね。あとやっぱり、その、あれ、初めての FA の権利だったんで、そう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 、双方理解してなかったと思うんですよ。だから、球団側としては後から話して、事前に話すとタンパリングに触れるんじゃないかと、いうことだったらしいんですけど、もう僕も話したいんだけど、でも他のチームとも早めに話すとまたタンパニングになりますから、球団側の関係者と名乗る人から電話がかかるわけです。球団の人からかかってきたら完全にアウトですからね、はい、本当に出る気あんのかな。いや、でも出る気あったんだよね。いや、そしたら、え、なんでですかって言ったら、事の次第によっては、事の次第によっては可能性ありますよね、地元ですよね。でも周りの見え方ってそういう見方しないじゃない、なんか釣り上げ工作とかさ。あ、なんかそういう、全く全く巨人のはどうのこうのもう全然そんなことなかったです。なかった。僕はもうだからこじれたらその可能性あったんですけど、うん、それで長嶋さんに行って止めてくれなかったんですけど、次の日の朝にすぐ電話が来て、まあやっぱり出ちゃ困るっていうふうに言われたんで、もうすっとすっきりしました。いや、それで待遇とかはどうなったの？待遇とかは多少は良くなりましたよ。やっぱり釣り上げ工作に入って繋がっちゃったのかわかんないですけど、多少はちょっと、いや、でも他球団がこのぐらい出すって言ったら、それとはやっぱ肩並べてくれないけどね。いや、全然他球団が弱かったんですよ。あ、そう、もちろんもちろん全然弱かった。ものすごいこういい条件みたいな、やっぱり辞めた後みたいなことまで話してくるわけですね。そっちの方ですよね。でも今思うとどう、いや、行かなくてよかったと思いますよ。それはなぜ、やっぱり巨人軍で20年やれたっていうのはね、まあ今僕らもそのスポーツの仕事とか解説やらせてもらってますけど、まあ当然日テレに入れるもんだと僕は思ってたんですけど全然違う、ね、全然声もかからないし多分あそこのところで多分僕のボタンかけ違ったのかわかんないですけど全く日テレ系が来なかったしね。で、今さら巨人軍の日本もないじゃないですか。それ珍しいね、でもね。なんで、いや、やっぱり40代の頃でもうちょっとね、ちゃんとやればよかったんでしょうけど、チャンスがあったんですよ、うん、チャンスはあったでしょ。いや、でも
もう僕の今あのぬるま湯がすごくいい感じで、あとやっぱスポーツ番組も持ってたっていうか、レギュラーでもやらせてもらってたんで、そこを捨ててまで多分球団入っちゃったらとんでもないことになっちゃうじゃないですか。まあまあ縛られる、給料も含めて、そういうことを考えると、ああ興味はあんまりなかったですね。いまだになかったんですけど、まあ去年宮本とか元木とかが入って辛そうな話はいつもあいつら話聞かせてくれるけど、多分今年このまま優勝でもしたら、ああやっててよかったなってあいつらの口から聞くと、ああ羨ましいなと思うことがこれから出てくるんじゃないかなと思います。でもまああの切るチャンスがあったら切るでしょ。そうですね、まあ本当に一回来とかないと。それは監督じゃなくてもいいわけ、ピッチングコーチでも。いやもう全然いいですよ。それでやっぱりちょっと今のなんか選手たちとの感覚が多分僕らと全然やってきたら違うんで、そのズレを是正したいですね、うん、どちらかというと。だって俺2000年に1回ユニオンも来て、まあ中瀬さんとね、うん、で2012年ぐらいから来たけど、はい、この10年間でまた違うんですよ、全然違うの。だからやっぱり解説するにしても、やっぱあのマーケランがグラウンドを降りて取材してるから、はい、触れ合ってるから感覚っていうのはそんなにずれてこないけど、はい、あれ降りてこない人っていうのは感覚ずれてるよね、もうね。そうですよね、多分ね、うん、降りない方もいるんですよ、そんなにいるよ、もうギリギリに来る人がいっぱい。そうなんですよ、いやだから、はい、それはやっぱ感覚的に一回来といた方が絶対いいと思う。そうですよね、うん、僕はそこだけです、うんうん、だからあの3ヶ月の短期留学でもいいですから短期留学はしてるよね短期留学ぐらいだったらいいですけどね。でもそこって真髄が見えてこないんですよ。いやそりゃそうだよ、みんなは絶対見せないし、うん、だからそれではダメですよね、うん、短期留学面白いよねノバじゃないんだその制度いいっすね